ももチャンネル始まるよ。ももみなさんこんにちは、ももちゃんです、しょうちゃんです。今日はこれを紹介します。今日紹介するのはマザーガーデンで発売されたクリスマス限定のスクイーズを紹介したいと思います。はい、こちらはマザーガーデンの方でクリスマス用にラッピングしてもらいました。はい、はい、ね、ここにクリスマスのシールが貼ってます。開けてみます。はい、はい、開けるよ。開けよう。うんちゃん、まずこちらがパッケージの箱になります。クリスマス限定なので、クリスマスの絵とこんな可愛いくまちゃんの絵が描かれてます。箱を開けるよ。開けるよ。いっぱい入ってる。バリバリバリ、いいや、いってください。あ、バーン、クイズ紹介していくよ。では一つ目のスクイーズです。こちら黄色の星のスクイーズになります。お星様のパンの上にコーティングがされたデザインになってます。はい、はい、裏面は美味しそうに焼けたお星様のドーナツの色です。押してみます。開けます。結構いい跳ね返り。はい、じゃあももちゃんもやってみて。早速触ってみます。気持ちいい。あっちパンパン、硬くない、パンパン、2つ目のスクイーズはいちごのスクイーズになります。こちらはいちごの赤い色のいちごになってて、ここに可愛いお花もついてます。裏面はこうやってパンのような形になってて、ね、お星様よりも少し柔らかい、少し柔らかいかな、うんうん、でもいい跳ね返りというかいい弾力で戻ってきます。ふわふわして、気持ちいい。うん、3つ目紹介していくよ。3つ目はドーナツ。これ、あ、これ持ってるよ。一緒だ。3つ目のスクイーズはドーナツのスクイーズです。上にホワイトチョコとチョコレートがトッピングされてまして、ね、裏面はこんな形になってます。はけてみそう。あ、これ結構硬いね。あ、ちょっと、これは結構押しごたえのある硬さですね。硬い？うん。じゃあももちゃんも触ってみて。硬い。さっきよりは硬い。うん、ね。4つ目紹介していくよ。4つ目のスクイーズはこちら。ポンデリング風のドーナツのスクイーズです。はい、本物のポンデリングよりかはこう砂糖のコーティングとかがないんですけど、ね、こんな形になってます。じゃあ押してみます。硬くない？あー、本物のドーナツよりかは硬いけど、もちもち感がちゃんとあります。
うん、すごいもちもちしてる。もちもち。強くしたの。強いかい。わあ、で、一球目紹介していくよ。カニャンチンチン。では五つ目のスクイーズはこちら。サンタパンのスクイーズです。こちらは可愛いサンタさんのドーナツ風になってます。はい。裏はこういうツルツルした感じになります。キリキリする？うん。じゃあ早速押してみます。じゃあまずサンタさんのお鼻から。うん。あ、サンタさんはすごい柔らかい。すごい、うん、お餅のような柔らかさ。うん。結構柔らかい。うん。柔らかくて、すごい。うん。すごい柔らかいよ。ぷよんぷよん。キリキリする。ぷよん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 。こちらのカップケーキのスクイーズです。はい。こちらが以前買った同じマザーガーデンのカップケーキのスクイーズなんですけど、普段販売しているスクイーズは上にここいちごが乗ってるんですが、こっちはクリスマス仕様なので星の形になってます。はい。はい、色は薄い緑で、すごいパステルカラーの緑がすごい綺麗な色です。本物のカップケーキみたいにすごい可愛いデザインになってます。はい。あ、あ、押して押した感じもこんな風に気持ちいいです。すごく気持ちいい。うん、気持ちいい。触り心地がね、すごいいい。食べると柔らかいんだ。うん。わかるかな。ちょっと音がちっちゃいんだけど、ちょっとね、音が少しします。なんか音がした。うん、ふかふかって音がした。星の子も柔らかい。で、最後こちらのリボンのシールがついてます。はい、はい、どれに貼ればいいかな。そうだよね、どれに貼るんだろう。あ、このカップケーキだね。カップケーキ、カップケーキに貼るの。あ、カップケーキね。こちらのシールはももちゃんはカップケーキに貼るそうです。ももちゃんがリボンのシールを貼りました。はい。はい。カップケーキのここに貼ってクリスマスツリーっぽくしてみました。かわいいです。最後にこちらのトングを買ってみました。これでね、スクイーズのパンを使ってパン屋さんごっこしたり、ね、これ別の遊びで使ったりできるので、今回こういったトングを買ってみました。結構ね、力がいるので、すごい子供でもつかみやすいと思います。結構こう押すとこう戻る力が強いので、こう子供の力でも簡単につかめそうなトングになってます。今回こちらの6種類のスクイーズを紹介しました。はい。期間限定でクリスマスのスクイーズなので、はい、ぜひ興味のある方はマザーガーデンで購入してみてください。はい。ではみんなも遊んでみてね。バイバイ。バイバイ。最後まで見てくれてありがとう。次の動画もお楽しみに。チャンネル登録お願いします。
動画もいろいろあるよ。よかったら見てね。